こんにちは、皆さん、賃貸の間崎です。本日は、奈良市三条宮前町にございます、ミルフィーユ宮前というですね ONEDK の今回新築物件の方に来ております。まずこちらがリビングなんですけれども、まず注文していただきたいのがですね、こちらのシステムキッチンとなっております。本当にもう分譲、マンション並みのですね大きなキッチンになっておりまして、調理台がこれだけ幅がありますので、お食事なんかを、ね、一緒に取っていただけるようなキッチンになってますね。で、収納もですねこんな感じで上から入れていただけるタイプとなっておりまして、こちらは1階のお部屋なので、このような床下収納もついてたりしますね。でコンロは、もちろんタンク口ついておりますし、換気扇もねすごくスタイリッシュなものがついております。でこちらはですねリビングのスペースになるんですけれども、かなり、ゆったりとした、広さの間取りになっておりますので、大きめな家具なんかもね置いていただけます。でこちらの壁がですねすごく、おしゃれなとボコボコした感じになっていました。家具とかもねしっかり入るようになっていますね。で上の、ダウンライトですとかこういう間接照明とかでかなりデザイン性のあるお部屋となっております。また1階の方はですねこのようなちょっと大きめなバルコニーテラスついておりまして、床の部分がねこういうタイウッドタイルみたいな感じになっていますので、ここでね花置いてもらってお庭として使っていただくこともできます。でこちらにはですね専用の駐車場もこんな感じで、ついておりますので、お車お持ちの方でもね安心して止めていただけます。また、こちらにはあとシャッターついてますし、このガラスがですねかなり分厚い防犯ガラスになっておりますので、セキュリティ面も大変バッチリの物件となっております。でまたですね、集合の玄関のところにはオートロックもついておりますし、こちらカラーのモニター付きのインターホンついておりますので、もうセキュリティをね全然心配することなくお住まいいただけます。でこちらが玄関なんですけれども、こちらもかっこいい玄関になってますね。電信カバーにも、ついてまして、こちら収納とこっちにもスーツボックスが上下についてます。お手洗いがこちらですね。こんな感じでかなり幅もございますし、上の方には収納もついております。こういう建具のね、色とかもすごくかっこいいですね。でこちらが気になる水回り部分ですね、まあ、こちらが洗面台ですね。シャンプー台さんもちろんついてますし、おしゃれな三面鏡の洗面台となっております。こちらにはね大変大きな洗濯機とかも置いていただけるゆったりとした洗濯機置き場となっております。でお風呂の方なんですけれども、こちらもうね全てがやっぱりピカピカですね。でちょっと中に入りますと足が伸ばせるのはもちろんなんですけども、幅も結構ありますので、本当に体がね大きい方でもゆったりと使っていただけるようになっております。これ浴室乾燥でね換気の窓もしっかりとついております。本当にね設備がね満載の物件ですね。で 1LDK のお部屋になってますので、まあ、こちらが寝室として使っていただけるお部屋なんですけども、なんとこちら北側にもですねバルコニーがございまして、はい、こんな感じで大変開放感のあるお部屋となっております。また収納部分がこちらにもございまして、なんとこちらウォークインクローゼットとなっております。ハンガーパイプがこちらとこちらとで、まあ、この辺にもねバッグとかもかけていただけるようになってますし、段が2段に分かれてますので、もう本当にお二人もしっかりとこちらだけでもね収納していただける広さとなっております。でこちらの三条宮前町というところはですね JR 奈良駅と近鉄塩見駅徒歩で
すぐ行けちゃう大変便利ですね。あの新婚さん単身さんにはですね大変人気のエリアとなっておりまして、まあ、かつ新築物件ということでぜひお早めにご内覧していただけたらと思います。詳しくは当社のホームページをご覧ください。奈良のおもてなし奈良心賃貸分析では皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。以上で紹介させていただきました。バイバーイ。